はい、どうも皆さんこんにちは、秋田です。本日も日経平均株価のテクニカル分析を行っていきたいと思います。で、現在は1時間足のチャート画面を表示しているんですけど、日経平均株価自体は直近で上昇トレンドが発生してきました。で、前回公開していたこちらの動画の中でもお話ししたんですけれども、サポートラインを下抜けして逆エ字の形を形成してから1 一旦下落するというお話までをしていて下落した時にこのサポートラインと平行ラインが被っているポイントで上昇トレンドが発生してくる可能性が高いというお話をしていましたでその動画を見ていただいた方はしっかりと下から買いエントリーを入れることができているかなと思いますしトレンドフォローで入れた方に関してはこのあたりの39,500円あたりまで買いエントリーを入れていただいているかなと思いますので今はひたすら含み息を伸ばしているターンになるかなと思いますなので私の動画を普段から視聴 しししててていいいるる方に関してはここうっった形でででかりとと利益を獲得することができていますがきまので引き続きそういったところは参考にしていただければなと思うんですけれども先週末から今週明けに関しては日経平均株価が上昇トレンドを発生してきたということで今週1週間の値動き分析を本日も行っていきたいと思いますので株式通してしっかりと利益を出していきたいという方はですね必ず最後まで動画を視聴していただくようによろしくお願いしますで本題に入る前に一つお願いがあります動画 この概要欄にある公式 LINE はでにご登録していただきましたかね実は皆さんに特別なプレゼントをご用意しているんですけれどもそれは私が運営している無料のオンラインサロンへのご招待になりますでこのオンラインサロンで受け取れる内容としては株式銘柄のエントリー配信緊急相場解説この2つの配信を受け取れることができますでまずエントリー配信に関してはこのような形で株式銘柄のエントリーのタイミングから利格損切りまでのアナウンスが届くような形になっていて参加者さん の中から1ヶ月の間で投資金が10%以上増えたという方や苦手だった短期取引がアキトさんのおかげで安定的に利益を獲得できるようになりましたというお声をたくさんいただいている状況になります。で、緊急相場解説では YouTube だとどうしても編集などの兼ね合いで動画を投稿するまでに時間がかかってしまうのでよりリアルタイムの相場分析やエントリーポイントを知りたいという方は無料のオンラインサロンに参加しておいていただくと再現性の高い情報を受け取れることができます。で、この2つの配信に に参加するにはまず概要欄から公式ラインを登録していただいて Discord というプラットフォームに参加していただくんですけれども参加するための条件などもあるのでまずは概要欄の URL から公式ラインのご登録の方よろしくお願いします。では早速本題に入っていきたいと思うんですけど引き続き1時間足で相場を見ていきたいなと思います。 で、冒頭でもお伝えしたように、平行チャンネルの仮想で反発したところで、下エントリーを入れることに成功していますので、だいたい今2000円前後の利益の幅をしっかりと含み益にすることに成功させてはいるんですけれども、ここからの相場展開を考えると、今重なる平行ラインというのが、ひとまずそこまで意識されていないんですね。 で、直近に意識されている平行ラインで見ていくと、おそらくこのあたりに41,083円の平行ラインとかになってくるかなと思うんですけど、このあたりの平行ラインが強く意識してくるかなと思いますので、まだまだ上昇トレンド自体は続くんじゃないかなと思ってます。なので、ここまで勢いよく切り上がっているので、一度調整が発生して、再度こういった形で上昇トレンドが発生してくる可能性もあると思いますので、ひとまずは今保有しているポジション自体は一度決済していただいて大丈夫 かなと思います。 で目線はまだまだ上昇トレンドが優勢な局面になりますので一度今週週末にかけてこういった形で多少は調整の疑惑が発生すると思うんですねでこの調整の疑惑が発生した後に再度平行チャンネルの仮想でタッチして反発した場合というのはここもダオ理論的に上昇トレンドが成立する流れになってきますのでここを上抜けしたところで買いエントリーを入れていきますでこの平行チャンネルの仮想を下抜けした場合というのはおそらくこういった形で下降トレンドが生じてくるかなと思います 思うんですけどやっぱり9月から平行チャンネルの仮想付近でひたすら価格を揉み合っていますのでそろそろ上昇トレンド発生するにしてもこういった高値圏のラインとかも超えていきたいですねただこの4万1000円の平行ラインというのが日経平均自体の最高値のラインとかにもなってきますのでここを突破することができれば日経平均自体かなり上向きの展開になるかなと思いますなので今上昇トレンドが発生しているのはすごく 日経平均自体にポジティブな要素をもたらしていると思いますのでここから週末にかけてこういった形で落ちてきた時にこの平行チャンネルの仮想で反発するのかそれとも下抜けしてしまうのかというところは注目してみていただければなと思いますでもう少し様子を見たいという方は含み益を伸ばしていただいてもいいかなと思うんですけどいろいろ経済指標の発表とかもこれから加圧水木とありますのでそこで一気に下落する可能性も考えたら今のポジションで決済してしまった 方がいいかなと思いますで私自身は基本的にはイデイトレ単位で 取引を行っていいますすののののででここありの利益とととううはコツコツツ積み上げるるに意味があると思うんですねなので今のシナリオを考えていくとこの平行チャンネルの仮想を触れて上昇トレンドが発生するこの場合は直近の高値を更新したポイントで買いエントリーを入れていただいて4万1000円あたりまで利益を伸ばしていくもしくはこのまま上昇トレンドが発生したとしたらおそらくこの平行ラインが天井圏となってくる可能性がありますので天井圏で反発して直近の平行チャンネルを下抜けして たた場合は売りいきたいですなので今週末から来週明けにかけてはこの2つのシナリオを頭に入れておいていただければと思うんですけどまた急激に変動などがありましたら公式 LINE の方で配信させていただきますのでそちらも必ずチェックしていただくようによろしくお願いしますということで週明けということもありまして簡単な分析を行わせていただいたんですけれども次は木曜日にですね動画を投稿させていただければと思いますのでそちらの動画も必ず視聴していただくようによろしくお願いします で何かわからないことなどがあれば公式 LINE の方にご質問いただければと思いますし先ほどもお話ししたように公式 LINE では YouTube では公開していない限定の利益が狙えるコンテンツというものを無料で配布していますのでぜひとも概要欄から公式 LINE の登録の方よろしくお願いしますでこの動画が分かりやすいなと思った方はこの動画の高評価もよろしくお願いしますでは本日も短い動画となりましたが最後まで動画の方をご視聴していただきありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょう